こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は、トラッキー使ってみましょうということで、トラッキーを連れてきました。で、フレンドさんが、なんと、プラス2にされていたので、技術ボナー付きのトラッキーを連れてきましたと。で、その煽りを受けてではないですが、まあ、闇の自前で持ってきてという形のデッキにしています。同意虹谷、オクタビア、アスネ、闇の、で、トラッキーと。で、バレンタインのチョコと、招きですね。行きましょう。どんくらいいけるかな。お、ラッキー。まあ、勝ち運ですけど、いいでしょう。で、結構、精神ポイントは入れなきゃいけないなと思っていて、で、トラッキーの金徳も不屈の魂ということで、そこはしっかりとケアしていきたいなという感じですね。あとは、同栄からいいやつをサクッともらって、しっかりとアスネを、まあ、早々とね、間に合わせられるといいな、という感じです。で、ミチル以外のマイベイの選択肢が増えたっていうのが、まず良かったことかな、というのと、不屈の魂がね、かなり、まあ、査定的にも高くて、で、トラッキーが敏捷もくれるということで、まあ、至れり尽くせりな感じなんではないのかなと思ってます。アスネだね、とにかく今は。で、不確定の金徳を持ってるキャラが何人もいるので、まあ、そこ通せるかとかもあるんですけど、まあ、トラッキーはかなり面白そうかなという感じはします。ほ。アスネが辛いな。ちょっとここ休みたいしね。まあ、びっくりも踏みながらっていうところなので。トラッキーね。トラッキーね、おもろいよね。普通に使えそうな感じの、おお、これは激うまやないか。普通に使えそうな感じの能力がありますからね、トラッキーは。で、これ初期値ひでえな。22かスタミナ。同栄拾いましょうかね。で、あとは、しっかりと、アスネを追いかけて、トラッキー追いかけて、をやっていけたらいいかなという感じです。早めに、おにぎりがあればな、結構はかどるんだけど、序盤。あらららららら、いないな。まあ、こういう時は星を取っておきましょう。とにかく、アスネが来て、サクッとこう、心石が取れるようにしておかないとなかなかはかどらないと。購買部に。マイトバ来ねえな、マイトバ。うん。アスネにしましょうか。ちょっとこれアスネはマジでプッシュしていかないと。マジではかどらない。で、噛み合いさえうまくいけば、本当にいい選手、盆栽でもできると思うので、ある程度、どれくらいいけるかわかりませんが、いけるといいですね、という感じです。めっちゃ走るな、やっぱ。うん、これ、オクタビア、アスネなので、もう、バレンタインチョコ使っていきます。勝ち運。まあ、サクサク、意思関係をね、進めていくのと、アスネをね、しっかりと、上げていきましょう。うん、まあ、この辺は順調といえば順調ですね。アスネいきますか。びっくりもうますぎやわ。ありがとう。で、ここはモテモテ不要ですね。ちょっとやる気が怖いんだよな。で、ラブパワーも特に体力回復しないと。これもう一個作っちゃうか、サクッと。で、二個作ってるんで、さすがに、筋力メダルは作って壊してしていいでしょう。アスネがあと一回か。サグッといっちゃうか。よし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 。確実に評価はいったでしょう。あとはトラッキーの方を追いかけながら、ダイナマイトも入りました。で、今回は特に取らなくてもいいんですけど、敏捷ポイント。まあ体力満タンなので、ここは闇の評価とともに、敏捷を取っておきます。で、大体、もうトラッキー来てるからな。これアクセサリー立てちゃうか。
アスネでもいいし、トラでもいいし、関係取っとくべきだったか。はい、オッケー。素晴らしいスタートですね。まあ、同栄がいきなりギア作れたかな。あれが良かった、凄まじく。で、アスネさんも行けたと。まあ、鶴橋をサクッと進めますかね。同栄か、これ取っといた方がいいな。重い球緩急。同栄取っといた方がいいよね。星さん？それとも。ちょっと順調すぎるんだよな、これが。星はいらねえのか。トラッキーで取ればいいのか。オッケーオッケー、順調。うん、これは順調でしょう。バレンタインラパーも長かったね。ああ、どうしよう。まあ、精密にしておきますか。ちょ、どれくらい取れるか全くわかりませんが。で、破壊して。雫石欲しいのか。お、トラッキーもいる。このタックありがたい感じやな。スタミナも上げなきゃいけないですからね。まあ、ちょっと間に合うかわかんないですが、正月までは。おわ、帰んないか。アスネのデートでいいですかね。で、まあ、鶴橋を残すかどうかがかなり悩ましい感じにはなっていると。アクセもう一個作っちゃうか。で、一気にトラッキーあげます。あとは、ガチャ厳選ですね。で、設計図厳選か。も同時に行っていく感じですね。トラッキーあげないとマジでもう取れないぞ。闇ので丸石か。まあ、欲しい感じもあるけど。どっちかっていうと雫石が入ってくれればいいまである。どうしよう。うん、まああまり意味は感じないですね、丸石を取る。まあ変化球を上げるっていう意味では取った方がいいといえばいいんですが、しかも購買部を読んできてるしね。いくか。で、トラッキーが来てってからが本番かな、やっぱ。じゃないと多分ダイナマイトを入れても旨味が半減するんですよね、結局。ナイス、ラッキー。失敗すると思ってたわ。で、丸石の作りましょう。これは先に丸石作って、で、虎がもうちょいですね。いないか、ここか。いやー、これは正直拾いてんだよな、サクッと。いや、トラッキー行きましょう。今回メインですしね。お、ダンス with トラッキー。で、これ切った方がいいかな。まあ、伸び骨とかあるけどね。絆はサクッと生きてるけど。ああ、そうですね。まあ多分進めた方がいいんでしょうけど、これは一回切って、サクッと絆イベント引き出せるようにしておきましょう。で、丸石そろそろ欲しいので、ここは取っといていいですね。トラッキー行ったよな、これで。さすがに。さすがに行ったよな。あ、だだだだだだだ。はい。はい。あ、行ってますね。じゃあアクセサリーをぶっ壊しましょう。で、丸石を仕入れておきます。
で、闇野が走りました。はい、あざす。ああ、まあ、同泳でもいいし、後ろでもいいですね。ただ、ここの宝石がまだ全然なのか。うん。まあ、欲しいとくのもまだまだありますし、普通に行った方がいいか。低速行きましょう。なんか作れるもんがそんなにないんだよな。まあ、おにぎりは1個作りますか。余裕あるし。トラッキー、はよって感じだな。うん、婚活終わりました。で、オクタビアが走りましたね。そろそろ走り始めてるから頼む。ダイナマイトやりたい、早く。高バイブ、ナイス。ん、いいね。あ、いいっすね、明日ね。これは拾いましょう。で、緩急とピンチ。うん、まあ、クリスマス前は、ちょっと厳しかったか。ここで縛りもらえたのも大きいですね。トラッキー、マジ、まだなの？そろそろ欲しいぜ。で、婚活をもらったんですけど、伸びがまだと。いうことで、ここは同泳にしますか。うん、多分まだ、まだまだだしね。うん。宝石やべえな。打たれずさありがたい。ここちょっともらいたかったですね。まあ、しゃあないですけど。アスネカ間に合っただけ OK でしょう。中吉。トラッキーそろそろ欲しいぜ。まあ、丸石。回収始めといてもいいけど。雫石、守備。あ、これ、雫石取った方がいいな。ちょっと、いつまで経っても作れない問題になっちゃってる。トラさん？トラさん？トラさん？トラさん、そろそろお願いします。闇のか。もうこれは一個闇の作っちゃっていいでしょうね。縛り。宝石作って丸石作るか。で、闇のも走ってますと。うん、なんかめちゃくちゃ集まってるな、いろいろ。まあ、個数的にはここからか、先に。うん。まあ、いい感じですね、普通に。めっちゃ作れている。で、これ撤去しといて、あともう本当にトラッキー待ちやな。ツルハシが作れるようになったらもういつでも、ゴーできますね。で、宝石あと1個作れれば十分と。縛り取ってるわ。まあ、取ってもいい、これ、普通に。普通に取ってもいい。潤沢だしね、まだ。トラッキー、まだかな？前で切ったんだけどね、僕。わざわざ。このために。来た？違う。ふいっ、ふいっ、ふいっ、ナイス！闇の凄すぎるわ。お前の成功率たるや。さすがに驚くレベル。で、コバイブ作りたいので、ここは変化に突っ込んできます。ちょっとそろそろ作らして。余りまくってるから。
いや、いいですね、オクタビア。これでもう体制的にはほぼ完璧に、完璧に近い感じですね。もう作るか？ダイナマイトも作るか？ちょ、待って、ダイナマイトもう一丁欲しい。まあ、購買部作ったらできるんじゃない？感はありますけどね。ダイナマイト作るか。水難よけ。できんか。39。115か。変化でいいかな。打たれ強さ。まだ伸びがいってないですからね。39か。もういけるな。で、宝石も、すげえ作れてんね、これ。とは、鶴橋町。完全なる鶴橋町。でももうイベント残ってないと思うんですよね。ダイナマイトも入りましたと。うん、まあほぼ完璧ですね。これ以上体制的にはない感じになってます。今のところおそらく。早くぶっ破させてくれ。もう多分トラッキーしかイベント残ってないと思うんですよね。で、オクタが2回目です。計測上げましょう。わあ、コンか。なかなかじらしてきますね。ここもデートしよう。ここはもうデートをしていっていいと思います。普通に。もうダイナマイトぶっぱ待ちなので。今何か動く必要ないと思います。まあ、アクセサリー屋に咲いたので、そのところを使えばよかったっていうにはなるんですよね。やっぱこういう時に。おお、マジか。まだ来ねえか。これ拾うか。もう拾う。さすがに遅すぎる。はいはい。ちょっと待って。やる気が出た。はい。あるあるですね。ただこれで、まあ丸石が絶対いらないよな。いや、いいですね。どっち行こうかな。さすがにこれ、スタミナ行くか。同意が入ってて強いっていう話。精神取りたい。オクタビアでよくない？いるかな？いらないかな？変化行くか。うん、宝石もう一個立てちゃっていいかもしんないですね。ブルン。いやー、しょうがない。これはあるあるだからね。ここやらなくていいですね。体力を戻しておきましょう。すごい鶴橋、いらんくないこれ。やべえなと思ったら作ればいいぐらいか。ということで、ちょっと宝石もう一個作っちゃいます。まあ、虹谷でもいいけど、ちょっとっていうか、だいぶ遅れが出ているデート関係。うん、トラッキーがまあ、ちょっと遅かったですね、さすがに来るのが。
ただもうここでしっかりと体勢は整ったので、ここからぶっ破していきます。すごいツルハシを作るタイミングがなかなかに難しいと。でまあとりあえず2球種はいってるし、低めで精神も多分取れる量あると思うけど、伸びも取れてますしね。結構骨関係はうまくいっている。完全制圧だけもったいなかったですね。さあここから変化バシバシ頼むよ。3球種マックスぐらいまで生きて、ちょっと厳しいか。うん、強いっすね。まあもう拾ってった方がいいだろうな。結構厳しいような気はしている。が、ガガガガガ、ここは勝負していきます。は、バク転バク転ああ、なるほどね。技術精神か、筋力敏捷。ああ、そういうことなんだ。じゃあできた方がいいのか。まあこれがうまいですよね。41オルト。あらららら。あ、なるほど。なかなか、なかなかですね。なかなか来ないな。結構まだ、どこも枯渇はさせてないので、そこそこ爆発はあってもいいとは思いますが。うん、ここからが本番だからね、マジで。入らんが強い。入ってないが強い。これさ、一個くらいだったらマジですごい辛いし、もう買えない。やばい気がする、そろそろ。おっと、なるほど。強いな。シンプルに強いな。シンプルにダイナマイトレベルに強いな。突っ込むか。多分、ここは破壊できるんじゃないかな。うん、シンプルに強いですね。で、トラッキーがあと2回。アスネは終わっているという状況ですね。ああ、なるほど。なかなか来ないね。変化。で、変化の量もまあまあいい感じにはなってると。で、所持限界。相当ですね、所持限界って。トラッキー、体力回復しないのか。なるほど。そこはまあ考えなきゃいけないと。トラッキーダイナマイトが入ってますね。まあ掘った方がいいのかな。枯渇寸前なのか。じゃあリスクを負う必要もないか。枯渇寸前ならまあいつでもここ行こう。精神って枯渇できるかな、これ。それは正直わからないが。ああ、トラッキー、行きますか。終わらせときましょう。すげえわ、敏捷。不屈もうまいですね、普通に。で、クロエで精神取ります。多分、宝石相当あるよね。69とかだもんね。うん、ここはコントロール掘っちゃうか7。休んでもいい。で、宝石、結構作れそうやな。いいや、ここは掘らせよう。で、遊園地で最大値上げます。うん、闇のでもいいけどね。
タミナ踏みますか。ここ潤沢だからいける気はあんまりしないんだけど。ちょっと丸石の数あんまり確認してねえわ。丸石17か。まあまず大丈夫だとは思うが。うん、亀石取得するか、これで。宝石と丸石は作る。81か、まあ大丈夫やろ。もう一個作ったっていけるやろ。ここに作るか、やっぱこれでいいですね。で、多分筋力はなくなるかな、さすがに。ああ、なくなんね。なるほど。ちょっと怪しいぞ。しかし、ここでダイナマイト連発。で、丸石多分作れないよね。作れないっすね、やっぱ。で、落ち着いてもらって、101。球速も150になりましたね。さすがに球速ぐらいは枯渇して、早く。しないんかーい。うん。精神行って枯渇させに行きましょうか。多分前はいけるんじゃないかな。もう一丁ぐらいか。で、ですね。ダイナマイトは残しておきたいよな、これ。ツルハシも絶対壊せないと。まあ、ここしかないですね。購買部壊したら多分、アウトなんですよね。爆発が起きなくなると思うんですよね。で、変化球もう1球種いけるか。強い、トラッキーやるやないか。ここはもう、破壊してっていいすかね。って思うとこれ行きたいんだけど、ツルハシ。無理か。よし、うまい具合で技術入ってきた。うん、使いやすいですね、間違いなく。それは間違いない。強そうだしね、この選手も、なかなか。問題は技術すげえ余るかもしれないっていう。もう101いっとるしな。ただ172か。この辺取れるな、多分。クイックは置いとくか。ちょっとまだよくわかんないのは置いときましょう。バント封じ。はい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 。いい感じではないでしょうか。筋力入ってこないのか。作ってないもんね。160乗せようって思うんなら、ちょっと気にしてあげたいかなっていう感じか。で、枯渇は球速とあと精神。ここを掘れば多分いけるでしょうと。球速一発いきたいな。変化球はかなり入ってる方だと思うので、盆栽にしては。まあ、そんなに気にしなくても。まあ、いける時があれば、行くぐらいの気持ちで。あとはまあ、購買部潰してもいいけどね、もう。うん、初トラッキーの割にはかなりうまくいってんの。トラッキーの評価だけ気になるわ。そう、いいやつもらってるとはいえ。ああ、はい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 。なるほどね。これ怪しいやつね、いろいろ。いや、これだいぶ怪しいな。これ、掘れるかな。二箇所しか無理かもな。あ、ちょっと怪しい。ちょっとっていうか、だいぶ怪しいっすね。
うん、だいぶ怪しいな、これ。どうしよう。まあ、一回休むのもありかもね。で、鶴橋上げますわ、レベル。強っ。もう捨てた方がいいかな、これぐらいだったら。急速はまあ行くかもしんないけど。もうだいぶ怪しいもんね。だってここ枯渇しないといけないんでしょ、6で。怪しい。いいや。で、ワンチャン急速とあそこの。ダブル枯渇でいければ最高ですが、世の中そんなに甘くないでしょうね。うん、まあヨーヨーはなくなっちゃいましたが、まあ十分じゃないですかね。うん、宝石、まあ、採掘場、貯蔵庫か。もう4個、まあ、途中で切りましたけど、一応4個作れているので、経験点的にも、そんなに悪い感じはないと思います。よし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 。あぶねえ。ドーマンヒットを放ちました。エンタク、ここはバントに警戒します。初球を打ったレフト前クリーン。ここはしっかり勝ちに行きましょう。エンタク、ここはバントに警戒します。投げました。初球から打ってった。取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁二塁変わりません。第9投げました。下位打線にアーサーの球が打てました。ありがとう。トラッキー強いな、普通に。ありやな。これで腹痛だったら全然ありやな。めっちゃ刺さるわ。うん、まあどこに行きましょうかねっていう感じですね。精神でいいんじゃないかな。ダイナマイトが結構不発でしたね、最後の方で。筋力を取りに行くのも、なしではない。まあ、スタミナがとにかくちょっと怪しいな。うん、変化は伸びてますね、普通に。スタミナを追う筋力が、なかなかに厳しそう。うん。どうしましょうかね。まあ、スタミナタックを踏みたいっていうところで、ここは精神取りましょう。あ、枯渇しなかったですね、結局。うん、まあまあまあ、変化球が枯渇しそうだったのか。ナイス、スタミナしかもダブルですね。珍しいっすね、筋力が足んないって。10アップ。変化がまあうまくいきすぎてるから。もうそうか。まだ足んないものがいっぱいある。まあコントロール踏みすぎるとこうなるっていういい例だったかもしれませんね。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは小立ち。見かけか、どんなもんやろ。技術はまあトラッキーでやっぱ足りてますね。おもれえな。まあ強そう。普通にいい選手作れそう。っていう手応えはあります。第9投
よし、オッケー。サクッと勝ちに行きましょう。おお、入ったか。とにかくスタミナ踏みたい。スタ、おお、いいっすね。オクタビアやるやないか。まあ、あげれるだけあげて踏みますか。うん、技術あまりそうですね。精神も余るな。まあ、それだけうまくやれたということではあるでしょう。クイックやめとくべきだったが。今ちょっとクイック取ったことで、あれが取れなくなりましたね。やべ、二刀流が出てこない。投打躍動が取れなくなりましたね。クイックいらんなかったな。よし。全然あり、トラッキー。あれで不屈だと本当に噛み合いますね。今精神本当余るので、アスネの登場で、で敏将も取ってくれれば本当にいい選手できると思います。うん、取り返せるかな。7で足りる。あ、30だもんね。足りねえや。東大躍動は諦めになったと。トラッキー足りてねえな。それを補完しに行く感じ。うん、これでマックスもらえるかちょっとわかんないですが。で、伸び。まあ、多分大丈夫でしょう。さすがにおもらしはないでしょう。行きましょう。お待たせしました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で石田。投球これから2球目。第3球を。してこの選手が特攻で使えるっていうね。使おうと思えば。マント同点のピンチです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で西田。ネクストバッターサークルに控えているのは石田。投球は3球目。離す。前触れの効果でどんどんやる気を下げていく。いや、闇のはマジで信用できますね。ほんと成功するわ。えらいわ。あの能力でこの成功率は。まあもちろんスタミナ上がってないと低いんですけど、まあ D とか C まで上げてればね、ある程度信用できますね。どんなもんやろうな。マックスくれるかな。ここ筋力ありがたいと。よし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 、なんとかマックスいってる。ちょっとオクタビアと枯渇のところだけがもったいなかったですね。鶴橋はもうちょっと早めに作ってもよかったかもしれないです。ああ、いいんじゃないですか。初回にしては悪くないよ。86って260ってもう使えないよね。ムービングでいいかな。ああ、なるほど。この辺ないんだね。おっと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 、筆脱。ということは、まあ、もう、あまり振るとこがないと。左取ったら終わるしな。
もう安全券が一番あれですね、一番お得になんか使える感じですね。玉持ち落とすか、なんか2個ぐらいいけそうやな、玉持ち落としたら。うん、2個いけますね、やっぱクロスファイヤーもいけるし、うん、もうさすがにクロスファイヤーさ、なんかこれにするか、したらあげれるもんね、だんだん、うん、っていう感じか。変化球もしかしたらこれムービングいける、あ、いけるわ。まあこれでいいんじゃないかな、今回はこれでいいんじゃないんですかね。うん、いいでしょう。まあまあ強いんじゃないですかね。おー、 SS3、 もうちょっとこう金徳のところとポイントを跳ねさせられればっていうところではあるんですが、まあ面白いキャラが入ってきたんじゃないかなという感じはします。本妻でこれならまあ十分なぐらいでしょう。はい、普通に使えるキャラだと思います。で、まあ野手使いは何とも言えないんですけど、投手専用機かな、まあ、コツもいいもんくれますし、まあ体力回復だけないのがしんどいなっていうのはありますが、ぴったりとマントル辺境にもハマりそうなキャラかなと思います。まあ45を作っといていいキャラかなという感じですね。PSR で取得すると、まあ、今後の復刻系が何とも言えないところではあるので、まあ、SR 獲得がいいのかなという感じはします。もちろん46を目指せる方はね、その方が絶対いいので、まあ、そこを目指していただく感じか、まあ、さらに高みに目指される方はね、そこもありかなという感じです。ぜひぜひ皆様の、使用感の感想も聞かせていただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。